お父さん、安倍の一味が裏金を脱税した事件だけど、幹部は逮捕されないらしいね。うん、そうなんだよ。日本の検察は全然国民から信用されていないよ。安倍は桜見る会で自分の選挙区民を接待し、法律違反する男なんだ。数えきれない違反をする。ひどいよ。お父さん、安倍は裏金事件や選挙区民の買収、違反だらけ、ひどい人だね。うん、安倍はひどい人だよ。広島の選挙区では個人的に嫌いな横溝という自民党議員を排除するために不正な金を1億5000万円も使ったんだよ。どこの金なのかよくわからないままなんだよ。一番許せないのは韓国の怪しい宗教とべったりと連携して日本人の信者に献金させて家庭を破壊したんだよ。それも何千も何万もの家庭なんだよ。お父さん、日本の家庭を破壊しておいて安倍総理大臣だったんってね。うん、総理大臣やっていたんだ。怪しい宗教で恨みを買って暗殺されたんだけど、その安倍を国葬したんだよ。お父さん、安倍を許せないね。日本人は黙っていられないよね。日本人は黙っているんだ。お父さん、日本人はなんで黙っているの？日本社会のありさま、君に話さなければいけないね。